はい、どうもどうも、こんにちは、たくさんです。今回はコマンド講座になります。紹介させていただくコマンドはこちら、監視カメラです。発アイテムを使ったコマンドの一例として、何かないかなと思って考えて作ってみました。どんな感じかというと、こんな感じです。中にモブの頭が入っているので、こちらをかぶると、監視カメラになって部屋の中を、ね、こう監視して外すと、元の場所に戻ってくるという感じになります。監視ルームにあるこのアマスタと、もう一個監視しておきたい部屋に、こっちにあるんですけど、こっちの部屋のあそこですね、監視カメラの役割をしているアマスタがいて、2つアマスタを使ってます。両方に名前がついてます。今回はね、タグと外アイテムが肝で、あとはまあアマスタを、名前付けたアマスタを2つ、TP でプレイヤー行き来しているだけになるので、コマンドは概要欄にも書いておくので、PC の人はコピペでも OK だと思います。この視点だと大丈夫なんですが、この視点だとなぜか雨漏りしているという謎現象に気づいた人は、いいねやチャンネル登録、 SNS のフォローをよろしくお願いします。で、今回はアマスタに名前を付けたりして、座標の指定を一切使ってないので、割と汎用性といって、使い勝手はいいんじゃないかなと思います。こちらコマンドですね。ちなみにこの収録は iPad でやってるんですけども、 Nintendo Switch でも動きますので安心してください。では1個ずつコマンド紹介していきます。こちらですね、反復無条件常にアクティブタグコマンドになります。これで、プレイヤーの頭にモブの頭がセットされたのを感知したら、タグのカメラっていうタグを1個つけてます。その次、反復無条件常にアクティブで同じくタグをつけてます。ただもう1個ね、リカメラっていう名前でつけてますので、プレイヤーには2つタグがつくことになります。で、これを感知したら、レッドストーンコンパレーターで、レッドストーン信号を受け取って、今度衝撃無条件レッドストーンが必要で、一度だけ実行するコマンドです。でテレポートさせます。タグがカメラってタグがついたプレイヤーを @e ネームイコールカムなんで、監視したい部屋に置いてあるアーマースタンドにテレポートします。でチェーン無条件常にアクティブで、こちらTP してます。もともとあった監視カメラを監視ルームにテレポートさせます。なのでこの2つで、プレイヤーと監視カメラを、入れ替えてるって感じですね。で次、反復無条件常にアクティブでエフェクトコマンドでインビジビリティ、こっちもそうですね、インビジビリティ、アマスタとプレイヤー両方を透明化させてます。反復無条件常にアクティブでエフェクトAtE タグカメラクリアなので、じゃあこれカメラっていうタグがついてないエンティティのエフェクトをクリアしてます。はい、で反復無条件常にアクティブでタグコマンドですね。でこれは頭につけていたモブの頭を外した時を感知して、タグを、除去してます。カメラっていうタグを除去して、今度こっちチェーン条件付き常にアクティブでテレポート @e ネームイコールカメラ、この場合はあれですね、アーマースタンドですね、アーマースタンドをプレイヤーのところにテレポートさせると。でチェーン条件付き常にアクティブで、今度プレイヤーを、監視ルームにあるアーマースタンドにテレポートさせる、この2個で入れ替えてます。プレイヤーとね、監視カメラを入れ替えて、その後はタグを除去している。チェーン条件付き常にアクティブでタグを除去します。プレイヤーのタグを、2個目のタグを除去しているって感じですね。はい、っていう感じになります。今回はね、タグを2つ使いました。あとは名前付きのアーマースタンドを用意したっていうのが、肝になります。ということで今回は以上です。次回ね、もう一回ハズアイテムのコマンド講座をやりたいなと思ってます。コマンドを組む時のコツは、設計図を先に書くことだと思います。動作の順番をこう書き出してから作り始めると、
作りながら迷子になることもないかなと思うのでおすすめです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。今回の動画がいいねと思ったらチャンネル登録や SNS のフォローもよろしくね。またメンバーさんも大募集中です。一緒にゲームをしたり勉強をしたりいろいろやっていきましょう。それではまたね。